JTFF 日本プライベートフットボール協会2023年度第30回オーシャンボール出場決定戦、京都サウスペアーズ対金沢ワイセンベルクの試合、まもなく後半戦開始です。双方フィールドに出てまいりました。まもなく後半戦再開です。後半戦は京都サウスペアーズキッカー65番のキックオフで試合再開です。65番は荒川のキックオフです。対します金沢ワイセンベルグはリターナーを配置しております。2番と、19番がリターナーに入った模様です。2番は多田、19番は本田です。さあリターンに入ります。手前にいました24番がキャッチし、リターン左オフタックル付近駆け上がりまして、自陣38ヤード付近を確保し、この位置から金沢の攻撃に入ります。まず後半戦最初の攻撃シリーズは金沢から展開する格好になります。24番川野純喜が約10ヤードリターン。リターナーは24番の川野でした。さあ現在リードにあります金沢の方が後半最初のシリーズとなります。金沢ワイセンベルグ自陣38ヤードからファーストダウン10。これは京都ナイスディフェンス。まず金沢ランニングバックに逃走しまして、23番右オープンランプレーを展開図らんというところでしたが、これを京都サウスベアーズ20番見事にタックルしまして、2ヤードロスに変えています。見事なタックルをしましたのは京都サウスベアーズ20番の福西、2ヤードのロスを奪っています。キャリアは23番の佐藤でした。セカンドダウン金沢ワイセンベルグセカンドダウン12、ボールオンは自陣36ヤード。今度はドロープレーです。パスに見せかけまして、ランニングバックに託す、裏を変えたフェイクプレー。これより23番中央を切り上がりまして、約4ヤードほどゲインに変えています。先ほどはロスを浴びましたランニングバック23番佐藤ですが、ここは取り返す形になっております。金沢ワイセンベルクサードダウン、金沢ワイセンベルクサードダウン7、ボールオンは自陣31ヤード。パス成功、パスインコンプリート、ナイスプレー。クォーターバック8番、ここでプレーアクションのパス、見事相手ディフェンスの裏をかくように奥に走り込んだワイドレシーバー24番のロングパスを投じました。しかし24番これをキャッチできず、パス成功になっています。しかしあわやタッチダウンにならんという素晴らしいワンプレーを見事に披露しました。金沢ワイセンベルクフォースダウンラストダウンです。結果的に金沢はフォースダウンパントフォーメーションを選択します。さあトラブル発生している、判定はどうか。ビッグプレー金沢ファースター、攻撃権は金沢ワイセンベルグ。ここのパントフォーメーションにパントにおきまして、京都はリターンを試みました。しかしこの時にリターナーがボールをジャグル、点々としたボールを抑えましたのは金沢です。パントチームは直接はそのパントボール開始点を超えた段階で放棄する形になるため所有権がありません。しかし相手が一旦触れれば再び所有権を得れます。ここで得ましたことにより攻撃は結果的に大きく前進し継続する形になります。金沢は相手陣35ヤードの端からの攻撃再開、ファーストダウンとなりました。パンター23番佐藤海斗のパント、現在フィールド上負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。ボールを抑えましたのは金沢ワイセンベルク、41番黒川総一郎でしたので、攻撃権は金沢ワイセンベルクとなります。
最初の攻撃シリーズ、これにより金沢終了という形になるかと思われましたが、思わぬ形で攻撃継続となりました。しかも相手陣35ヤードから金沢ワイセンベルグファーストアンテン。さあ抜けているビッグゲームファーストランニング23番ハンドを捕獲され、中央突破を図らんというところでしたが、ディフェンス殺到するため見事な判断で右オープンにバーンアウト。相手のディフェンスの裏をつくように右オープンを独走、そのまま一気にゴール前に攻めるビッグゲーム決めました。カザーワイセンベーグファースター見事なランを披露しましたのはカザーワイセンベーグ23番の佐藤。さあこれにより相手陣3ヤードに入りました。カザーワイセンベーグファースタントゥーゴール。さあカース凄まじい攻防、ここで再び23枚のランプレー。しかしここに京都ディフェンス陣殺到、飛び込む凄まじいタックルを殺到させまして2ヤードロスに変えています。1ヤードロスを奪っています。金沢ワイセンベルグセカンダウンに変わります。ここは京都も譲りません。カザーワイセンベルグ相手陣4ヤードからセカンドアントゥーゴー。さあ中央に選手を固めた、京都も固めた。さらに中行った、ここで京都もタックルス。同じくキャリア23番の中央突破、しかしこれを京都89番が仕留めましてノーゲイン。サーダンに変わります。キャリア23番は佐藤、タックルしたのは京都89番石田。再びランニングバック23番佐藤海斗がボールを持ちましたが、金沢ワイセンベルグサダントゥゴール、残り4ヤード、中央へ固めているパワープレーション。サードダウンゴールまでは4ヤード。さあフェイク入ったスイップ、クォーターバカチワンハンドオフへから右オープンへブーツレック、そこからランパックスオプションでランを選択しましたが、ここで雨で滑ったかスリップしまして、プレー終了フォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルグフォースダウントゥーゴールに変わります。4回目ラストダウンです。さあフォーメーションを変え、フィードゴールトライに入った。キック成功、3点追加になりました。金沢ワイセンベルグ猛攻を仕掛けまして一気にタッチダウン狙わんというところでしたが、しかしこれは京都なんとか阻止、しかしこのチャンスを逃さんとフィードゴール決めまして3点追加となっています。金沢ワイセンベルグ13点、京都サウスベアーズ7点、その差6点に変わっております。ここまでの得点13点です。先ほどの選択、ギャンブルかあるいはフィードゴールか、非常に難しい判断もあったと思いますが、これはチームのポリシー戦略があると思います。金沢はあえて着実に加点をする選択をし、見事それを成しまして3点追加となっております。その金沢のキックオフで試合再開となります。京都リターナーを2枚配置しております。さあ京都リターンに入った、金沢しかしこれをカバーする、右サイドラインには駆け上がらんとする状況をしかし仕留めまして、京都サウスベアーズ自陣30ヤード付近からの攻撃に変わります。金沢ワイセンベルグキッカー23番佐藤海斗のキックオフで試合再開、これを
京都サウスベアーズリターナー22番富田亮が約9ヤードリターン。パーニーメッセージありがとうございます。そちらの方の試合の方が終わったかと想像しますが、こちらも素晴らしい熱戦になっております。から後半最初の攻撃開始です。ファーストアンテン、さあ反撃に入る京都サウスベアーズ、自陣30ヤードからのファーストアンテン。さあランプレー入るが、ここは金沢が対応している。前半と違いましてランプレーをかなり食い止めております。しかしゲインは3ヤード京都奪いました。ゲインは3ヤード。前半戦はこの状況のランプレーが非常に効果的に機能しておりました。おそらくはその前の試合にありました西日本代表決定戦の戦績を見まして、金沢がディフェンスをシフトしていたと思いますが、どうやら後半アジャストしてきた模様です。京都サウスベアーズセカンドダウン7。さあ外へ振ってる、しかしこれも金沢対応する。なんとか粘りまして約2ヤードのゲインに変えました。レシーバー20番、しかし金沢も対策を練っている模様です。なんとか粘りましてゲイン果たしましたのは京都サウスベアーズ20番の福西でした。ゲインは2ヤード。京都サウスベアーズサーダンファイ、32番西岡健太郎でした。京都サウスベアーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。金沢ナイスディフェンス。ここで京都サウスベアーズランパスオプションを選択しました。何枠にハンドオフをするか、クォーターバックが自らキープするかの選択肢で、ここでクォーターバックキープを選択しましたが、これを金沢見事対応しノーゲイン、フォースダウンに変わります。ディフェンスの集まりがよくノーゲイン。互いにこの試合にかけるそれぞれの準備してきたさまざまな技術が披露されております。ファーストダウン獲得まで5ヤード残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウン。京都サウスベアーズフォースダウン5、パントフォーメーション。ここは金沢フェアキャッチ、リターンをせず確実にキャッチする選択をしました。結果的に金沢自陣38ヤードの地点を得まして、ここからの攻撃に変わります。攻守変わりました。テイクオーバー、リターナー24番川野純喜がフェアキャッチ。大師様、言霊というのは非常に恐ろしいものですね。私もできる限り発言には気をつけたいと思います。攻撃権は金沢ワイセンベルグ、自陣38ヤード。攻守変わりました。金沢ワイセンベルグ自陣38ヤードからファーストアンテン。さあまずクォーターバック8番ハンドオフフェイクから自らキープ、あるいはランプレーをフェイクにしたオプションプレーだったかもしれません。右オープン展開しまして約2ヤードほどのゲインに変えております。まず最初のランプレーを決めましたのは金沢ワイセンベルグクォーターバック8番のエバタ。金沢ワイセンベルグ大志さんは確かに金沢のテイクオーバーターンオーバー非常に大きい効果を発揮しています。これがこの接戦、そして非常に有利な展開を生んでいると想像できます。さあランプレー入った、今度はランニング枠に託した、託されましたランニング枠、タックル受けながら右オープン展開し約7ヤードのゲインに変えております。キャリアは42番の尾崎。ここでホイッスル、ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られます。滋賀の虎様メッセージありがとうございます。頑張れワイセン、金沢への応援メッセージかと思われます。
確かにそうですね、滋賀県は北陸地方に非常に近しい位置にあります。おそらくは関係者の方も多くおられるのでしょう。カズワに対する思い入れあるメッセージありがとうございます。残り1ヤード。さあ試合再開です。カズワサードダウン残り1ヤード。さあ京都ディフェンスサットナイスディフェンス。ここでランプレーによる突破を図らんというところでしたが、京都これを見計らい中央にディフェンス陣殺到し、このランプレー阻止しフォースダウンに変えています。ランプレーを試みましたが、京都サウスベアーズディフェンスライン97番高木誠也がタックル。タックルしましたのは京都サウスベアーズ97番高木でした。ロスを奪っています。金沢ワイセンベルグフォースダウン2、パントフォーメーションを選択します。このパントは絶妙の転がりを見せまして、京都サウスベアーズ陣8ヤード付近でボールデッド。この位置で攻守交代となります。テイクオーバーで攻撃権は京都サウスベアーズに変わります。しかし非常に厳しい位置に追い込む形に金沢成功しました。京都サウスベアーズ自陣9ヤードから攻撃開始です。さあ取り返す形になりました京都。しかし自陣9ヤードからの攻撃に入ります。京都サウスベアーズファーストダウン10。さあ中央のランプレー入った。ディフェンス殺到しましたが、これを払いのけるように中央へのランプレーを22番完行し、セカンドエフォートで1ヤードゲインに変えております。タフな状況ですが、これをゲインに変えましたのは京都サウスベアーズ22番の富田です。1ヤードタックルしたのは金沢ワイセンベルク。大師様、北野様、先ほどのパンス非常に素晴らしかったと私も思います。私の後ろですが、レベルが高いチームでなく低いチームであるほどにキッキング、そしてワンプレーのその成否が非常に大きく問われると思っております。パスが通った。失礼、パス不成功です。パス不成功の判定。ここで一気にロングパスを投じ、状況を打開図らんと奥へ走り込んだ2番にパスを投じました。2番これをキャッチしましたが、しかしフィールド内で着地できず、パス不成功となりまして、サードダウンに変わります。一瞬の隙を突く素晴らしい選択だったと思います。しかし残念ながら決まりませんでした。京都サウスベアーズサードダウン9。さあ陣地は厳しい状況。さあクォーターバック自らの総力で突破を図りました。キュービードロー裏を突くようにクォーターバック自らがドロープレーで中央突破を図らんという選択でしたが、これを金沢見事対応しフォースダウンに変わります。京都サウスベアーズフォースダウン。京都サウスベアーズフォースダウン、パントフォーメーションを選択します。陣地は非常に厳しい。なんとか打開なるか。これも絶妙でした。リターンができないギリギリの滞空時間でハーフウェイ付近まで蹴り込み、そこから転がさんというところでしたが、残念ながら雨の影響でしょうか、ハーフウェイ付近で止まりまして攻守交代となります。しかし双方ともパントで素晴らしい展開をしまして、状況を現在イーブンのハーフウェイ位置に戻しております。荒川武俊のパントにより攻撃権は金沢ワイセンベルグに変わります。さあ攻撃権変わりまして金沢の攻撃、ボールオンは自陣48ヤードからのファーストダウン10。
ファーストダウン10。ナイスラン。何枠2番ハンドを託され左オープンを展開、ディフェンス殺到する中相手ディフェンスを振り払い飛び越えまして、さらに前進し約4ヤードのゲインとしています。鮮やかなランを決めましたのはカナダワイセンベルグ2番のタダ。カナダワイセンベルグ相手陣48ヤードに入りましてのセカンダウン6。さあ再び今度は中央へのプレー、ハンドオフから着実にランプレーを重ねるというところですが、京都も踏ん張ります。ゲイン約2ヤードにとどめています。キャリア2番はタダ。さあここでホイッスルが鳴っている。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして、京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ13点、その差6点の状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。第30回オーシャンボール出場決定戦。